こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。波動コンサルタントの桑名正則です。この波動チャンネルではこちらの波動が変わる、あなたが変わる、人生が変わるの中で解説が必要な部分であるとか、ご質問にお答えをさせていただいてますが、今日はですね、ご質問にお答えをさせていただきます。こんにちは。いつも YouTube を拝見し、勉強させていただいてます。私の質問ですが、波動を高く強くするためにはダメな自分も認めていくということ、理解はできますし、ダメな自分にも OK を出すよう心がけてはいます。ただ毎回 SNS を見るたびに他人の投稿にケチつけたくなる、カッコつけている自分がいたり、楽しそうな写真や動画に妬んだりしている自分がいます。自分への OK はいたちごっこのような気がして、本当に自分を許せていないのではないか、まだまだ認められていないのではと思ってしまいます。ダメな自分がいっぱいいる場合、自分への OK は常に出し続ければ良いのでしょうか。これからも波動チャンネルを見て自分を高めていきます。いつもありがとうございます、というお話なんですが、許しのお話ですよね。この本で126ページで、願望実現を加速する許しをする方法とお伝えをし、書いてます。ダメな自分がいる、127ページに書いてるんですが、多くの人は原因と結果の法則を信じていて、マイナスの自分があるからマイナスな出来事が起こると思っていますが、それは大きな間違いですと。真実はマイナスな自分を経験したいからマイナスの出来事が起こっているにすぎません。まあ、そんな話を書いてるんですが、ダメな自分がいたりとか、マイナスな自分がいることがでマイナスな出来事が訪れるっていうよりも、出来事っていうのは、自動的に、訪れてきます。その動画もありますので、概要欄に、貼っ付けておきますので、そちらもご覧いただければと思いますが、マイナスな自分がいるからマイナスな出来事が起こるんではなくて、起こってくる出来事に対してマイナスな自分をマイナスな自分の波動でその出来事を見るから、その出来事の中のマイナスな部分ばっかりが引っかかってくる。まあそんな、それか出来事、起こってる出来事に対して、自分自身が常にマイナスな部分を否定しているので、この出来事が起こったのはこの自分のマイナスだからだっていう、その出来事をマイナスな自分を否定する材料にしている。まあそういったことが多く起こります。で、ダメな部分があるからダメな現実が起こるんではないんです。現実はただ起こってくるものです。この現実を通して自分自身がダメな部分を見ているっていう感覚になられるといいかなと思います。で、どんなに素晴らしい人にもマイナスな出来事は起こるんです。どんなに、ダメな人にもいい出来事は起こるんです。そのことを結構見落とされている方が多いんですが、どんなにダメでもうまくいくことがあるし、どんなにダメでも、どんなにいい子にしててもダメなことが起こることはある。それは皆さんご自身で経験されてきてると思います。なので出来事は起こってくるんだと。で、その出来事と自分自身のダメな部分っていうのはくっつけなくていいっていうことをまずは認識されるといいんじゃないかなと思いますが、許しをする方法なんですが、波動を高く強く、自分の波動は体と心とエネルギーといつも言ってます、でそれぞれが相互作用 し合ってますが、心の部分で波動を高くするには自分を肯定すること、自分を好きでいることです。で、自分を肯定すること、自分を好きでいることね、自分を認めること、それと心の部分で波動を強くするには、自分の存在意義を強く信じることです。自分を強く信じること、自信を持つこと、自分を信じる強さが波動を強くしますし、自分を肯定したり自分を好きになることが波動を高くしますので、それが心の部分と波動の関係なんですが、自分ダメな部分があったとしても自分のこと好きと思ってあげていいんですよね。ダメな自分が部分があっても自分を好きと思ってあげていい、情けない部分があっても自分を好きと思ってあげていい。そのダメな部分とか情けない部分っていうのは素晴らしい人の中にもあるものであって、そのダメな部分
情けない部分が自分自身の価値を下げるものではないので、そういう概念、をまず認識いただくといいんですが、今回のご質問は自分への OK はいたちごっこのような気がして、本当に自分を許せていないのではないか、まだまだ認められていないのではと思ってしまいます。ダメな自分がいっぱいいる場合、自分への OK は常に出し続ければ良いのでしょうか、というお話ですが、結論から言うとそれで OK です。で、本当に、許しですよね。許しというのはもう一筋縄ではいかないんです。で、ダメな自分を OK 出そうとしても、それをなんていうの、 OK 出させないようにしてしまうというのは何が影響しているかというと、過去の経験です。経験、それと感情ですね。感情、過去の経験であり、潜在意識に入っている記憶なんですけど、これが影響していて、これは膨大な数ありますので、なので一筋縄ではいかない。そんなこの自分を許そうと思ってすぐ許せるんであれば、うちでもメンタルの講座とかやってないので、うちでメンタルの講座やってみっちりサポートして最低6ヶ月です。で、まあ、そこからさらに自分自身を変えていく、自己実現を加速していくっていうので、最低でも1年、必要です。それはサポートしてですね。で、人が丸々、人が人生を変えるには、もう丸々変えるには3年、かかる、だと思っておかれるといいです。1年ぐらいで今までの自分と新しい自分がちゃんと成長する、出来上がる。で、ただ今までの自分も同じぐらい、影響すると思われている。で、こっちがどんどん優位になって2年目ぐらいで、ちょっとずつ成果が出だして丸々変わる、こっちのデータが消えるのが3年ぐらいかかると思われておいていいかなと思います。で、この3年っていうのは結構人が生まれ変わるのに必要なサイクルなので、髪の生え、全部が髪生え変わるのも3年ぐらいと言われますし、それぐらい、過去のこれの影響は強いです。で、これを一人でしようと思ったら本当に常に意識しておかないと無理なんだっていうぐらいに思っておかれるといいかなと思います。で、一人でやる場合、これがなんていうの、すごく影響してくるので、僕がよく自分が実現したいことを実現している人と出会いましょうっていうのは、その人を通してこれが癒されていくからなんです。その人を通して、あ、この自分でいいんだって思えるようになるから、人と自分が実現したいことを実現している人と密接に関わるのがいいっていうのはそういうことで、一人で変えるっていうのはなかなか難しくて、やっぱりそこは人に頼るとか、プロにお願いするっていうのがやはり必要かなと思いますが、ご質問に対しての答えは、自分への OK は常に出し続けることと、すぐ元に戻ってしまうのは当然なんだって思っておかれるといいかなと思います。で、最初もお伝えしたように、ダメな自分がいるから、波動が低くなるわけではなくて、ダメな自分を許せてない、受け入れてなくて、自分を否定してるから波動が低くなるので、このダメな自分が要因ではなくて、このダメを自分がどうジャッジするのかが要因なんだっていうことを思っていただくといいかなと思います。ぜひ参考にしてください。このチャンネルではそういったメンタルのこととか、波動のことをお伝えしてますので、もしこの情報良ければ、チャンネル登録といいね、高評価ボタンを押していただければと思いますし、お友達でこの情報が必要な方がいらっしゃったら、ぜひシェアをしてあげてください。いつも波動チャンネルをご覧いただき、どうもありがとうございます。